さあみんなじゃんじゃん入れてってくださいまし。まともな人たちが続くなと思ったら後ろから頭に鼻の生えた人が。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。お、友達マークがいっぱいあるけど、これは喧嘩？あ、ハートマークあるやん。誰だ？マナリさん？え？マナリさん？結婚？結婚ですか？え？やったやん。やったやん。モトラにプロポーズしたいのですが、どう思いますか？いいと思います。頑張れ。頑張るのは私かもしれないけど、頑張れ。遊園地、駅のホーム、花火大会。駅のホーム。その前に、着替えた方がいいですかね。とりあえず、お面を外した方がいいんじゃないかな。こういう時ぐらいね。はい、外します。で、あとは、なんかどっちも同じような色味やな。このまんまでいいよ。ピンクが好き。ここで、プロポーズをするタイミングに、自信がありません。ヨドラが僕のことも考えているときに、今だ、と、アイヌを送ってくれますか？よし、オッケー。頑張りましょう、私が。プロポーズに行ってきます。私が。今日も楽しかったね。ふう、これは絶対に成功させなければ。ね、みんなに続かなければ。帰るの、寂しいね。ちょっと一発目できたの。そうね。大丈夫かなって思ったけど。無事成功。ぐ。てか、駅でこんなに静かなことないけどね。結構なんかざわざわしてない？放送とかめっちゃ鳴りよるしさ。鳴り出した。ちょっと鳴り出した。また行ったら何食べるの？超、そんな話どうでもよくないですか？何にしようかな。だってあれやろ、別に同棲しとるわけじゃないんよね。やとしたら別に。相手が何を食べようが。てか、デートの帰りならさ、だいたいもうデートで食べてないの？家に帰ってから何か食べるの？あー、怖いよー。これ時間切れとかあるんかな？よくわからんねえけど。あー、やめて！やめてください！そんなお知らせ、今？このタイミング？え？聞こえない。つらい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 。いや、なんでもない。なんでもあるでしょうよ。言ってよ。続きを言えよ。ちょっと待って、マジで怖いんやけど。これは。ねえ、なんで小夢さんのことそんなに考えてるの？なんでそんなに考えてるの？来い。いやぁ。消えた、消えた、消えた。もう少し一緒にいなかったな。よし。よし。ああ、よかった。失敗かと思ったよ。そうね。さあ、どうかな。これ二人とも子供なんかな？やとしたら、ヨドラさん結構背高くなる気がするけど。今の時点でね、ヨドラさんの方が身長上やけんね。あーもう、なに？お腹が空いた？めっちゃお腹が空いとんやね。あー今行けばよかった。今行けばよかったよ。あーダメだー。ほら、だってあと2回分必要やったもん。なに？どうしたの？喉も乾いたの？あ、ほら、電車が来るよ。うわぁ、最悪じゃねえか。久々の失敗。久々の失敗。みんなごめんね。きっとあれよね。お祝いする準備をさ、みんなきっと心の中でめっちゃしとったはずやのに。ああ、去ってったよ。去ってったよ、つら。ほら、めっちゃ悲しそうな顔しとった。ね、このタイミングに備えてお面まで外したっていうのに。次のプロポーズはいつになるだろうか。一人で過ごす時間も大切ですね。まあね。要はそれはあれでしょ？今は一人にしときよって言いたいんでしょ？いただきます。プロポーズに失敗して、なんでお前がこんなところにいるんだよっていうね。あ、しかもあんまり美味しくないものを渡すっていう。いやほら、次があるよ。めっちゃなんか考え込んどったけど。え、なんか、あ、大丈夫、喧嘩ではないんか。ああ、よかった。なんか友達マークいっぱいあるけど、喧嘩ではなさそう。あゆなのそっくりさん、
どこかに旅行してたんですか？いや、全然、全然家にいるよ。黒影とは SAKU な喧嘩もしたままです。え、いつからそんなことありましたっけ？仲直りさせてあげて。お返しに任せてください。これは私の知らんところで喧嘩して、ずっと仲が悪かったまんまってこと？ああ、物を投げないで。え、これ落ち着くの？落ち着けます？結構険悪な感じやけど。お。落ち、す。おー、さすがライチちゃん。いいね、いいね。で、この仲直りした時の、めっちゃなんか、雑なピラリンって感じの音も結構好きよ。仲直りさせることができました。やったね。いいことした気分です。いいことしたよ。黒影さん親友なんやね。なるほど、なるほど。だからちょっと、見過ごしてはおけんかったという。浴衣。カラフルストール。はい、どうぞ。今ちょっと網タイツとかいうセクシーな感じやけんね。いつもありがとうございます。いえいえ。今の帽子と結構合っとるね。お、お宝金貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。何、どんだけお礼だ。実用品スライドパズルをもらいました。ありがとう。友達は多ければ多いほど楽しいです。まあ大人数でワイワイする分にはね、多い方が楽しいと思う。こうなんか、本当に深刻な悩みとかを相談する友達は少数とかになってくるけど。どうすか？結構美味しかった。よかったよかった。はい、それじゃあ、次、あさみさんも友達マークで撮ったよね。はい。なんか上の方にも友達マークの人おったんやけど、あれは喧嘩なんだろうか？久しぶりですね。お久しぶりです、どうも。どこに行ってたんですか？どこも行ってないよ、大丈夫よ。メイちゃんと仲直りしたいです。あ、なるほど。メイちゃんと喧嘩したのは前回やったよね、あさみさん。さあ、ちゃんと仲直りしてね。いや、今回はあれだな、友達関係はすごいいい方向、いい方向にみんな向かっていきよるのに、いやもう別にね、あのカップルが悪い方向に行ったわけじゃないけど、プロポーズが成功しなかった、プロポーズができんかったっていうのがね、いやー、いやー辛い。仲直りできた。よかったよかった。ここでさらに無理ですみたいになったら悲しいけどね。うまくいきました。やったね。ありがとうございます。いえいえ、よかったよかった。仲直りできました。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。最近、寝つきが悪いです。なんでやろ、寒いけん？冷えすぎてみたいな感じ。あったかーくして横になってたらすぐに眠くなるよ。てか私、寝つきが悪いとかそういうのが一切ないけんさ。もうほんと、速攻で寝れるわ。まあまあ美味しかった。よかったよかった。ほい、そしてレベルアップー。さあ、道具で、テニスラケット。はい、どうぞ。道具、テニスラケットをプレゼントしました。せっかくだから遊びませんか？お、いいね。遊ぼう、遊ぼう。ミーモザイククイズ。モザイクがかかっているミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。モザイククイズ、第1問。第1問。これは誰でしょう？マリンさん、超わかりやすい。あぶねえ。あぶねえ、一番下押しよった。手が当たるところやった勢いが強くって。第2問。これは誰でしょう？カートくん。答えは。いや、めっちゃみんな髪色がカラフルでわかりやすい。モザイククイーン、最終問題。最終問題。ででん。これは誰でしょう？ミクタン。答えは。髪くくってるからね。ミクタンでした。オッケーオッケー。今回すごい簡単やったね。おめでとうございます。ありがとう。しかも親友やん、ミクタン。やけん出したんかな。そう、ついさっきなんかどこで見たなと思ったよね。じゃあ一番小さいので。お宝、王将をもらいました。ありがとう。はい、そして、上の方の友達マークは、あれ、いなくなった？出かけたかな？
ちょ、一軒家の方。一軒家の方にも友達マークないね。じゃ、とりあえず、アスムとユニポンちゃん。ちょ、アスム、いつまで、あ、両方もやってるわ。かぼちゃをかぶってても、その奥の目がはっきりとわかる。また会えて嬉しいです。お久しぶり。くしゃみが出そうで出ません。お、くしゃみ。はい、手伝おう。くしゃみの時には脱ぐんやね、ちゃんと。羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。もうずっと外しておくといいと思うよ。もうね、ハロウィン終わったからね。ハロウィン終わったどころか年越したからね。さあ、来いよー。あー、これは。あー、ダメなんすか。ダメなんすかね。ズボ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 と。お、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 収まったー。収まったー。これでユニポンちゃんもくしゃみやったらどうしよう。なんか奇妙な気分です。夫婦揃ってとかはないよね。寝てる人の顔にタッチすると、この後は言えないです。寝てる時は？あ、やっぱ落書きの時には外すんかな。アスムも。はい、肉まんどうぞ。どうすか。まあまあ美味しかった。よかったよかった。どうやって食べたんやろうな。一応穴開いとるけん、そこからみたいな感じ。あ、ちょ、帽子変えようや、帽子。これでやっと、はい、カラフルな帽子でも被ったら、かぼちゃからの解放。どうすか。いつもありがとうございます。うんうんうん。これでやっと顔が出たね。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。せっかくだから、遊びませんか？お、いいよいいよ。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか。三つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。超アップクイズ、第一問。第一問。これは何でしょう。お、これはスーパースコープ。答えは、なんかの箱に書かれてる絵かなんかやったよ。スーパースコープでした。イエーイ。超アップクイズ、第二問。第二問。これは何でしょう。何これ、団子？え、お茶？お茶か？答えは、あ、団子やった。団子やった。くそー。緑茶的な感じかと思った。違うのね。なるほど。ぜひぜひ。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。さあ、それじゃあユニポンちゃんの方、お呼び出ししよう。ユニポンちゃんはユニポンちゃんで、なんかいつまでもお正月気分って感じやね。どこかに旅行してたんですか？行ってないよ。もう結構前だよ。新しい服が欲しいです。あっ、言ってたら早速、ガールズパーカー。サロペット。サロペット、ピンクのサロペット。どうすか。お、いい感じ。いいね、いいね。結構気に入ったようです。あれ、ユニポンちゃんさ、髪の毛にリボンとかつけてなかったっけ？外した？外したのね。でもね、犬はなんか人間と一緒に遊ぶけど、猫は勝手に遊ぶみたいなイメージ。てか実際にうちの子たちがそんな感じ。どうすか？結構美味しかった。よかったよかった。さあ、それじゃあ、そろそろみんなに募金を募りに行こうかな。さあ、みんなじゃんじゃん入れてってくださいまし。まともな人たちが続くなと思ったら、後ろから頭に鼻の生えた人が。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。さあ、そしてミニニュース見てこう。押せてなかった。ゆういちみになりました。お願いします。お伝えします。アユナ島のおかゆが浜で巨大な足跡が発見されました。おかゆが浜、足跡は全長5メートルほどの大きさで、なんかさ、こう何、行ける場所以外の名称も全部知りたいよね。おかゆが浜やって、こんな大きな足跡は見たことがない。ぜひこの足跡の主も見つけたいと語っていました。私は見つけたくないな。なんか、え、てかそんなでっかい足跡の主が見つからんってどういうことなん？どこに隠れとんねえ、やばくない？私には関係ないニュースです。
そして見つけたとしてね、はい、恐怖しかないやん。無理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 。ありがとう。あ、そして昼市、久々の昼市。パーカージャージ。よきー。ありがとう。いつも思うけど、昼市ってさ、あれ一種類だけ売りよってよく売れるよね。食べ物ならまだわかるよ。でも、服一着だけ売りよってさ、え？成り立ちます？みたいな感じやん、なんか。なんか。はい、石井さん入ります。あゆなのそっくりさん、3週間ぶりですね。お久しぶりです。実は、すごく大事なものもなくしてしまいました。なんだいなんだい。ありがとうございます。では、見つけたら知らせてくださいね。了解。まあ、多分私じゃなくて他の人が見つけると思うけどね。色々と不器用ですが、多めに見てください。不器用なのはみんな、完璧な人間なんていないと思えば何でも許せるはず。はい、ラーメンどうぞ。いただきます。まあ、でも同じことを繰り返されたらイラッとするのかな。あんまり美味しくなかった。ラーメン好きじゃない人ってまあそんな聞かんけどね、珍しい。私ラーメン大好きよ。もう夜中でも全然食べるよ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、今回はね、幸先いいスタートになるはずだったのにね、久々の失敗ということで、またしばらく先になるかな。